真実を届けたいんです。報道の明日を築いていきましょう。真実を伝えるのが報道の仕事。俺も同じです。嘘とかつけない性格なんですよ。日本の広告費からこっそり現生をいただく。うちにとって初の特ダネ独占スクープです。何があっても止めない。もしかして負け惜しみ。桐姫は本気だな。失敗すれば私たちは破産です。話つけようじゃん。新参者は必ず弾かれる。お前とんでもない二枚舌じゃねえ。トリリオンゲーム引かねえっすよ俺。